あげないんですけど、普通あげちゃダメだと思うんですけど、今日あげちゃいました。キンキの根深くある油をこうわざとこう出したかったので、わざと軽くあげてます。天ぷらっぽくしてますね。で、上に玉ねぎをすりおろして赤酢と白酢とお醤油を加えました。柑橘加えたポン酢を。純菜と、青森県の岩もぞくですね。あと北海道のつぶ貝、あと余市のウニっていう感じです。でちょっとお出汁が三杯酢っぽい感じで、かつお出汁と、みりんと醤油でちょっと作った、三杯酢って感じですね。かけあのスプーンございますので、スプーンで軽く混ぜていただいて召し上がってください。あんこの肝ですね。生姜と、醤油と山椒もちょっと入れてますけど、結構濃いめに煮たんですけど、そんなにガッツリと染み込んではいない感じがしてます。今日一ですね。それお決まりなんですか、毎回お決まりです、はい。これに疲れてると忘れてます。これが鮎です。チアユですね。これをまあちょっと軽く唐揚げにしまして、軽くじゃないですか、今日結構長時間弱火でもう全部食べれるようになりました。で、バルサミコ酢と赤酢と白酢と醤油とカシスリキュウ、それを煮詰めて作ったタレにつけた、南蛮漬けですね。もうそのまま召し上がってます。この後握りいきます。珍しい鮎のあれですね。やり方珍しい。カシスリキュールのこの揚げ浸しというか、その南蛮漬けは結構定番なので、牡蠣だったりメヒカリだったり、今日は今月は今月は鮎。来月はまた牡蠣になります。これブチュっていくのがリキュールのあれですか。リキュールの甘みですね。リキュールの甘み。水分がすごいボンとくるんですけど。やっぱそれあの揚げがいいんですね。あ、さすがです。明日デートも。あ、そうですか。明日デート。いただきます。
やりたらしいけど。香りを結構消しちゃうので、ここは何ですか、米のぬか臭さを少し取るためにあえて赤酢をちょっと入れてるっていう意味ですね。一応小米も入ってるので小米臭さがあるんですね。それをあえて赤酢にすると、赤酢にちょっとだけ入れると消えるっていう、そんな感覚があったので、むいちゃうとこのスミイカってイカって普通に基本的に皮に香りがあるんで、あんまりこう変なことしちゃうとダメなんですよ。皮あった方がプツンと食感もできてますし、キンメダイ、千葉県銚子のキンメダイです。3日間寝かしたのでちょっと炭で焼いてます。コンロで焼く金目のものが好きじゃないですか。これじゃないの？あの I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound. All the odds were against me, so I picked up the pace and now.皮目の油も結構多めに取ってきます。あの、なんですかね、ステーキみたいな。コリッとした、ちょっとマグロとは、出しからのようにちょっと油分を感じている。そう、牛肉の感じありますね。サビってくれる？もう珍しいですね。珍しいですね。僕のサビにはこの油が必要なんですけど。酸味がこの油と溶け合うと結構酸強め、酸強めです。じゃない切り方がどっちからどっちで逆が逆がですね、筋があるじゃないですか、
筋がこうあったときに対角線に切っていくのが普通なんですけど、なるほどなるほど、これに限ってはこの部分がこうあるじゃないですか、はい、それをそのまま切っていくんですよ、はい、そうすると歯応えが出るんですよ、油が溶けにくくなるんですよ、こっちの対角線だと油が溶けやすくなる、空気が入れる面積が、面積って油の部分が多くなるので、そうするとこう同じマグロの部位でこれ隣同士なんですよ実は切った時、はい、なんですけど食感がそういうふうに違うってくるんですよ。どこのマグロですか今日？今日大間です。大間です。早いですね。早いですねもう。大間に負けたことですよ。今夜レブンですね。よりも何よりもこのままこの食べ方が一番美味しく感じるんですよ。赤蜜です。ノドグロのことです。で下が今日シャリと、鬼おろし大根おろしとか粗めにおろしたものです。このプランクトン、カラヌスは夢の国です。夢の国ですか？島根県です。島根県は夢の国ですもんね。シャリオ、はい、行きます。ドンチッチってどこで？あ、ドンチッチです。これドンチッチです。はい、あ、そうなんだ。なんでドンチッチがうまいかっていうと、そのカラヌスっていうプランクトンを食べてるから、はい、島根県にしかいないですか？島根県にしかどこもあると思うんですけど、これが豊富に本当に10倍なんだよね。10倍になるんですよ。それは、まあ、泉になると、今度泉にも油多いですけど、あれは汎用じゃないですか、半分養殖のじゃなくて、ここはその島根県から流れ出たそのプランクトンがいい感じで、味も持ちます。持ちてて普通アジが食べるプランクトンです。0.3% なんですね。油が入る。これは 10% になる。熱したお酢でしゃぶしゃぶでした。もう機械ちょっと嫌いなんですけど、あのこうしたら臭みがなくてすごい美味しいんで。
分で36度上がるんですか。さばく前から全然他のアナゴと比べると全然皮目の色が違います。本当に甘い。フグだとか見なくても分かります、色で。それぐらいすごかったです。対馬。対馬です、はい。やらないので、一応この後アナゴの巻物行って卵っていう感じにしようと思ってるんですけど、お好みで、お好みというかあれでネギトライブで新子、もしよろしければ。何匹ぐらいですか。何匹でしょ。めちゃくちゃ仕込みましたね。めちゃくちゃ。これあと2枚ぐらいあります。うわ。でも今回早かったね。そうっすね。多分彼女ができそうだっていうのがやる気が違ったね。いや、いいっすね。どこ行くんですか。全部喋っちゃうからもう。だから僕友達にこう僕に隠し事みんな言わないんだなって。ちょっと間に芝海老のおぼろも入れてます。8枚だと油がないですね。まあ、大丈夫なお金ないから本当気をつけてねって前正月ですかね言われました。そういう芝居大和芝居で作りました卵焼きですね。今日はスフレのようなチーズケーキのようなシュークリームのようなカステラのようなよくわかんない感じで作っております。よくわかんないっていうことがもう逆に難しいですよね。この今の気温でキンキンに冷蔵庫を冷やして鉄板焼き上げる、で冷房を20度につけてっていう、これベストのタイミングその、ね、この半熟にならないんですよ、ね、なんか真ん中がクリームみたいになってますもんね、うんうん、とさすがにお願いします。なんか日曜日みたいな。寿司職人って夢があるなとかで言えばいいんじゃないですか。あなた巻きですね。あなた巻き。で、スープがハマグリです。あります。ハマグリを今日ですね、30個ですね、30個あのちょっと状態あの握れるその味が残っちゃう。だから結構綺麗に流れてくれる。We'll be right back.
ると全然違うんですよね。注目してくれるんですけど、このね、バックで言われたらなかなかね。